皆さんこんにちは。今日はインスタグラムのフォロワー様からメッセージ質問が来ておりますので、それに対してお答えさせていただきます。質問は、先日のオールナイトニッポンでナインティナインの岡村さんの発言で世間から叩かれていますが、あれって何が問題だったんですか？三木谷先生の意見を聞かせてください、というものです。まあ結論から言いますと、まあ完全にアウトですね、あの発言は。まあ厳密に言えば、今のこの非常事態の状態で、まあラジオっていう公共の電波を使って NHK のレギュラーも持っている岡村さんがああいう発言したっていうことが NG ですね。まあ今の時期にあの発言は完全に NG で、まあ、叩かれるのはしょうがないですね。しかも公共の電波を使って有名人が発言しているので、まあ、バッシング受けるのが当然ということになってしまいます。で、具体的にどういう発言があったかっていうと、まあ、知らない人のために説明しますと、オールナイトニッポンで、まあ、深夜のだいたい1時とか2時ぐらいの放送なんですよね。それでリスナーさんから寄せられた質問で、コロナの影響で今後しばらく風俗には行けないっていう、まあ、メール相談みたいなのが来て、それに対して岡村さんが、コロナが収束したらもう絶対面白いことがあるんです。収束したらなかなかの可愛い人が短期間ですが、お嬢をやります。短期間でお金を稼がないと苦しいですから、3ヶ月の間集中的に可愛い子がそういうところでパッと働いてパッと辞めます。こんな子入ってたっていう子たちが絶対入ってきますから、だから今我慢しましょう。我慢して風俗に行くお金を貯めておき、仕事ない人も切り詰めて切り詰めて、その3ヶ月のために頑張って、今歯を食いしばって頑張りましょう、っていう発言だったんですね。まあ多分ラジオを聞いてた人から見ると、まあ、そんなに問題なかったんじゃないかなって思うかもわからないですね。結局これは、まあ、今非常事態宣言で、まあ、お金もあまりないと、稼ぎがないと、仕事もなくて辛いとか、まあ、そういう人たちがいるわけですね。大人の男で、まあ、そういう人たちで風俗が好きな人のために、まあ、エールを送ったっていうもので、本人も、まあ、実際もう全く悪気がなかった発言だと思うんですが、まあ、今のこの時期だったらやっぱり叩かれてしまうわけですね。今もう失業してる人もいるし、まあ、貧困の状態の人もいるし、まあ、経営者の人なんかは、まあ、自分の会社が倒産しそうで、もう非常に苦しい状態なので、まあ、日本中世界中の人たちがピリピリして苛立っているわけですね。なので、まあ、誰かその叩けるターゲットを探そう探そうって、やっぱりマスコミとか一般の人たちもそう思ってる状態なわけですよね。で、まあ、何がこの発言特に問題かっていうと、まあ、ポイントはもう一つだけですね。で、コロナウイルスのせいで失業しちゃう若い女の子、まあ、18歳以上の若い女の子、20歳ぐらいの女の子、あるいは大学生とか専門学校の生徒さんで、まあ、バイトしながらお金稼いで学費払って通ってるっていう子もいるわけで、あるいは親が失業しちゃって、それによって学費払ってもらえないとか、非常に苦しい若い女の子たちっていっぱいいて、そういう女の子たちが今後貧困になっていくわけですね。で、まあ、いわゆる普通の女の子たちなんですよ。普通の女の子たちが貧困になって、まあ、風俗に流れてしまいますよって、それを言ってるわけですよね、岡村さんは。まあ、実際それって起こると思うんですよ。ただそれを喜んで心待ちにして、普通の素人の女の子が風俗に流れてきて、その女の子たちといっぱい遊んでエッチなことできる、それが楽しみだって、だからそれまで頑張れっていう発言になってしまうわけなので、まあそこまで読むと完全にアウトですね。まあ、結局岡村さんって風俗マニアなので、風俗いっぱい通ってると思うんですよね。で、風俗ってで、まあほとんどの女の子たちが、まあ、ザ風俗っていう感じで、ザ風俗なんですよ。
で、素人っぽい普通の女の子ってそういないんですよね。まあ、たまに入ってくるんですけど、そういう子ってやっぱり水が合わなくてすぐ辞めてしまうっていう子が多くて、で、岡村さんみたいな風俗マニアの人にとってはもうザ・風俗っていう、まあ、いわゆる派手で、まあ、タバコ吸う人が多かったりとか、まあ、吸わない人もいるんですけど、まあ、その普通っぽくないプロっていう感じの風俗の子、もうそういう子たちに対してはね、飽きちゃってることが多いんですよ。で、むしろ普通っぽい女の子とプレイがしたいっていうタイプの風俗マニアの人が多いわけですね。で、それを楽しみにしてるって言っているわけで、風俗マニアの人にとってはすごく気持ちがわかる話だと思うんですけれど、まあ風俗と縁のない普通の人から、まあ、特に女性からするともう許せないっていう発言になってしまうわけですね。で、これがもし今みたいな非常事態じゃない時、平時の時にこういう発言したら、まあ、ここまでは叩かれなかったと思うんですよ。平時で何もトラブルとか戦争とかもなく平和な日本の中で、特に経済状態も日本全体が悪くない時に、まあ、僕は風俗が好きで、今後もしその戦争が起きたりとか非常事態が起きて景気が悪くなると、まあ、普通の素人っぽい女の子が風俗に流れるんですね、それはそれで楽しみですねとか、もしそういう発言しても平時だったらまあここまで叩かれることはないですね。まあ、中には一部のその風俗を否定する集団の人たちから一部叩かれるってことはあると思いますけど、ここまで炎上するっていうことはなかったと思いますね。なので、まあ、個人、その一般人が匿名で SNS でこういうことをつぶやくとか、あるいは有名人でもそのネットとか公共の電波じゃなくて仲間内でこういう会話するぐらいだったら全然大丈夫、叩かれるっていうことはないんですけど、やっぱり今回はこの非常事態の時に公共の電波を使って影響力のある有名な芸能人がこの発言したので、まあ、叩かれてしまってるっていうことで、ただこのオールナイトニッポンって岡村さんの番組の時って結構普段から風俗の話をねしてるらしいんですよね。なんか恒例行事みたいで、僕あんまりこの番組聞いたことないんで詳しくは知らないんですけれど、例えば岡村さんと出川さんが揃うとなんか風俗の話をよくするらしいんですよ。で、どこどこの、その女の子は良かった、どういうプレーは良かったとかね、そういう話するでしょうかね。なの で深夜だったっていうこともあって、まあちょっと気が緩んじゃってつい受け狙いで話しちゃったんだろうなと、まあ、しかも生放送なので編集できないんで、まあちょっと岡村さんもかわいそうだけれど、ちょっと気が緩んで喋っちゃったからしょうがなかったのかなっていう気持ちもありますけど、まあやっぱり叩かれちゃうのはしょうがないですね。なので風俗の発言をすること自体は問題ないと思うんですよ。普通に、まあ、例えばHH すくみず学園のゆりちゃんとこの間遊んですごく可愛かったって、すごい良かった、また行きたいとか、そういう普通の発言をする分だったらまだ良かったと思うんですけれど、まあ今後貧困が予想されてお金がない、失業した人たち、親が失業して大変な若い女の子、普通の女の子たちが風俗に流れるんで、まあそれを楽しみにあと3ヶ月頑張りましょうって、まあこれはちょっと悲しいけどね、完全にアウトだったと思います。まあ、結局こういう経済が安定しない状態、あるいは国民の大部分が貧困になる状態っていうのはみんなピリピリしてますんで、ターゲットを探してしまうんですよ、何か叩けるターゲットで。今回僕読んでるのはなんだったっけな、ビジネスジャーナルっていうネット記事を読んでるんですけど、まあそのビジネスジャーナルに岡村隆史貧困風俗嬢楽しみ発言が、物議、全レギュラー番組降板や
活動休止の可能性もっていう見出しで、記事が出てて、まあ、その記事には、まあ、たくさんの広告が出てるわけですよ。リターゲッティング広告とか、まあ、美肌とか、化粧品とかの、まあ、僕は普段そういうの見てるからだと思うんですけど、そういう広告がいっぱい出てるわけで、まあ、こういうネット記事を出してる会社も面白い叩かれるような記事を出して広告費を広告収入を得てるわけですよね。なのでこういうメディアも叩けることを探してるし、世間の人たちもストレスが溜まってるので叩くターゲットを見つけようとしてるわけですよ。まあ、かつてのそのナチスドイツがユダヤ人をターゲットにして国民全員にそのバッシングさせるような宣伝活動をするとか、あるいは韓国とか中国も経済状態とか国内の状態が悪くなると叩くターゲットを見つけてその日本人にも叩いたりとか、まあ、今アメリカは中国を叩こうとしてるし、まあ、とにかく不安定な状態っていうのは叩く相手、バッシングする相手を探してもう国民全員がピリピリしてますので、特に有名人の人たちは、まあ、僕も含めてなんですけれど、発言にこれからなるべく注意する必要があると思いますね。はい、ということで僕もこれから気をつけて YouTube 発言していきます。本日もありがとうございました。